山中にある大豪邸内、ある部屋にはたくさんの監視カメラがついてます。6年もここに囚われていた美しき少女のメアリーは上層を投与するため部屋でヨガをしていました。メアリーは囚われていたが虐待されたことはありませんでした。家政婦のソフィーが毎日栄養バランスを取れる食事を調光器で部屋まで送ってくれます。メアリーは何かを必要となった時は壁のインターホンを通して伝えればソフィーはできるだけ彼女を満足させる。それで時間が経てメアリーは最初泣いたり暴れたり首をつったりしていたが今は徐々にこのような生活を受け入れてきた。でも彼女の心の奥にはまだいつかここから逃げ出したいという気持ちはある。場面が変わりこの演台に立って自信持って堂々と演説している人はメアリーを監禁した男だ。男の名はジャック、著名な形成外科医。彼は今世界の難病のうちの一つ皮膚再建と移植手術について研究しています。演台の上でジャックは重度の火傷患者にとって彼らの命を救うだけでは足りない。同じく重要なのは皮膚です。ジャックはたゆまぬ努力によってついに開発された虫刺され防止と火傷防止の人工皮膚ガルと名を付けた。ガルは本来の皮膚にぴったりと付けられますし副作用は何もありません。ある学者が彼を呼んで彼はどのように皮膚の人生という難題を克服したのかをこっそり尋ねた。ジャックは遺伝子組み換え変異によって人よりずっと丈夫な豚の皮膚細胞を人に移すことにした。真相を知った学者はジャックに気でも狂ったのかと言った。人における遺伝子組み換え療法は許されていない。ジャックは急いでガルの研究は完全に個人的な試みに過ぎない、それを利用してお金を稼ぐことはありませんと説明した。夜ジャックはメアリーの部屋に来た。彼女を監禁していたのか彼の残酷で非人道的な遺伝子組み換え変異を完成させるためだ。メアリーの肌を見て彼は誇りと自信を持っている。でも一瞬だけなんとジャックがメアリーを見る目つきの中で愛がにじみ出していた。ある日家政婦のソフィーはジャックに実験はもうすでに成功しました、だから不必要なトラブルを引き起こさないようにもうメアリーを残す必要はありません。でもジャックがどうしてもメアリーを残すことにした。そして誰にも気づかれないようにするために彼はソフィーに他の家政婦を全員辞めさせた。忠告を聞かない彼を見てソフィーは命令に従うしかなかった。ある日虎の衣装を着た男がジャックの家に来た。彼はソフィーの長年逃亡していた息子のシアだ。今度ここに来たのはしばらくここで姿を隠したいのだ。その原因はシアは最近人と組んで金屋を強盗した。警察はあちこちで彼を指名手配した。でもソフィーはそれを聞いて考えもせず彼を断った。しかしシアは乱暴な人でその後ジャックの家をブラブラしていた。あいにく彼は監視カメラの画面から部屋でヨガをしているメアリーを見ていたが、シアがメアリーを見るとまるで猫がネズミを見たかのように興奮していた。ソフィーは急に緊張してシアを追い出そうとした。だがシアに椅子に縛られて部屋の鍵も取られた。部屋にいるメアリーが変な音を聞いてインターホンでソフィーを呼び出して返事が得られなかった後彼女は警戒してドアに隠れて、シアがドアを開けた瞬間メアリーは彼を蹴り倒して逃げたが、シアに捕まえられて部屋に連れ戻されメアリーを無理やり犯した。その時ジャックは家に帰ってきた。それを見て怒った彼はすぐ引き出しから銃を取り出しパンパンと音がしてシアを殺した。息子が殺されたことを見たソフィーはまさか警察に通報せずにジャックのために現場を処理してくれた。メアリーは思わず疑問に思った。夜ソフィーはより衝撃的なことを話した。当時ジャックの母親は不妊症で子供を産むことができなかった。家族を続けるためにジャックの父親は家政婦のソフィーとジャックを産んだ。だからシアとジャックは異父兄弟だった。もちろんジャックはそれについて何も知らなかった。シアがメアリーに夢中になったのは彼女はジャックが死んだ妻のガルと同じ姿をしているから。以前シアがジャックの家に来た時ガルと一目惚れして二人で駆け落ちしようとした。でも途中で交通事故に遭い車が燃えてシアが必死に這い出した後ガルを救うことなく一人で逃げた。ジャックが現場に駆けつけた時ガルはすでに焼かれ完膚なきまでだったが幸いにもガルの命は助かった。それ以来ガルの以前の顔を回復させるためジャックは昼も夜もなく皮膚移植術の研究を始めた。しかしあの日ガルは眠りの中で娘ジェニーの歌声で目を覚ました。それは彼女が交通事故を起こして初めてベッドから降りた時だったが窓を開けた途端に
ガラスに映った彼女の影に、ガルは今の人間ともつかず、化け物ともつかない自分の姿を受け入れられなかった。窓から飛び降り自殺した。ちょうどジェニーの前に落ちて、遊んでいるジェニーをびっくりさせて大声で叫んだ。母親の残暑を見ていた幼いジェニーがショックを受けてうつ病になった。ここに至ってメアリーは自分がガルの身代わりだったことに気づいた。だからシアも彼女を見てそんなに興奮していたのか。死体を処理したジャックが帰ってきた。その日の夜、ジャックは驚いたメアリーを慰めるために二人で抱き合って寝ていた。ジャックは眠りにつき、夢では6年前に戻った。ジャックがジェニーを連れてダンスパーティーに参加した。ジェニーはここで陽気でハンサムな青年、デイビッドと出会った。二人はすぐ仲良くなり、手を繋いで外へ行き、森の中でデートしました。デイビッドがさらに進もうとしていた時に、ジェニーのうつ病が突然発作し、彼女がとてもパニックになり、叫び続けた。誰かに見つけられないため、彼はジェニーを気絶させて、バイクに乗って逃げました。ちょうど娘を探しに出てきたジャックに後ろ姿を見られた。ジャックが娘を見つけて起こした時に、過度に驚いたジェニーは、父親を暴力者とみなして、父親のタッチに抵抗していた。それ以来、ジェニーの精神も時々現れ、うつ病の発作も加わって、入院しなければならなかった。ジャックはそれをすべて、デイビッドのせいにしました。そこで、夜陰に乗じて、山間でバイクに乗っていたデイビッドを倒して捕まえてきた後、暗闇の洞窟に閉じ込められて、全部終わらせたジャックは、病院に娘を見舞いに来たが、娘がジャックを見た瞬間、怖くて戸棚に隠れて、大声で泣き出し、出たくなかった。ジャックは心をとても痛めて、病院から離れるしかなかった。しかし、間もなく病院の方から、娘が飛び降り自殺したという悲報が聞こえてきた。ジャックは悲しみをこらえて、娘を埋葬した後、彼は報復をすることにした。するとその日の夜、ジャックは洞窟に来て、デイビッドを気絶させた後、手術台に運んだ。書類を偽造して同僚に自分の別荘に来てもらい、デイビッドに変性手術をさせた。ジャックが住んでいたこの別荘は、移住療養だった。プライバシーの病人に使われていた。だから同僚たちも何も気にせず手術を成功させた。デイビッドが目を覚ました後、ジャックは彼に、このすべては娘の敵討ちをするためだったと伝えた。それを聞いたデイビッドは慌てて、その夜は何もしていなかったと弁解したが、娘はもう死んだのだから、ジャックはそれを聞かなかった。あれからジャックはデイビッドに整形手術を何回か行い、デイビッドを徹底的に女に改造し、亡き妻の姿にした。その間、現実を受け入れられなかったデイビッドは、ジャックの支配から何度も逃れようとしたが、残念ながら毎回失敗に終わり、極端な方法を採用しても成功しなかった。父親の激しい復讐の炎に対して、デイビッドはだんだんと抵抗しなくなり、ジャックの好きなようにさせました。そう、家に閉じ込められてたメアリーはデイビッドだった。ジャックはメアリーを生体として彼の遺伝子組み換え実験を始めた。彼はメアリーの皮膚を燃やして、そして彼の研究成果をその皮膚に縫合し、何度も失敗した後、ジャックのガル皮膚がついに開発に成功した。画面が変わり現実に戻った。昨夜抱き合って眠って以来、ジャックのメアリーに対する態度は180度変わって、メアリーの自由を制限しなくなった。メアリーもようやくその6年間監禁されていた部屋を出ることができたが、交換としてメアリーも逃げないと約束し、ジャックと一緒に永遠に離れないことを約束した。日が経つと関係が前より親密になった。メアリーは街に出るようにジャックに頼み、彼はソフィーに連れて行かせたが、ソフィーは街でメアリーは彼女を押しのけて逃げることを心配した。ジャックはソフィーを安心させた。彼はメアリーが逃げることはないと信じている。明らかにジャックは妻の顔をかぶったメアリーを完全に愛している。二人が行ってから間もなくジャックはすぐに病院の責任者に、これから彼の別荘をクリニックとして使用しないことを知らせた。責任者はそれについて納得できなかったけど、ジャックは自分には他の予定があると言った。ジャックはメアリーと一緒に暮らそうとする考えがあったので、誰にも発見されないようにしなければならなかった。不満な責任者は、この別荘をクリニックとして続けられるようにするために、ジャックがデイビッドという青年に変性手術をしていたことを調査で知った。そして、ジャックが提供した性転換手術の手続きが全て偽物であることを発見しました。責任者は、ジャックが患者本人の同意なしに性転換手術を強行した可能性が高いと疑い、また新聞で
デイビッドの母親が息子を探しているというニュースを見た責任者は、ジャックがその青年を誘拐して監禁していると疑い、再び別荘に来て、ジャックに別荘をクリニックとして使用し続けるよう脅そうとした。そこへメアリーが外から入ってきて、自分はデイビッドだと主張した。ジャックは誘拐していなかったし、変性手術も彼女の同意を得た。責任者はそれを聞いて怒って立ち去るしかなかった。ジャックはメアリーへの警戒は徹底的に話した。でもメアリーは新聞に掲載した母が彼を探している広告を見て、彼女の心が複雑になり、逃げようとする考えが再び芽生えた。その夜、メアリーが会館に荷物を取りに行くと言い、ジャックはもう彼を信頼しているので疑ってなく、まさかメアリーが銃を手にして帰ってきたと思わなかった。自分を女にしてあんなに残酷な実験をさせたメアリーがジャックを見た瞬間、ためらうことなく引き金を引き、ジャックを殺した。そしてベッドの下に隠れて銃声を聞いて、様子を見に来たソフィーも殺した。映画の最後、メアリーはやっとこの悪夢のような別荘を脱出した。彼女は母親の店に来て、親子はテレパシーでつながっているのか、母親は目の前の女の子がデイビッドだと一目で分かった。二人は抱き合って泣いた。物語はここで終わりました。2011年に公開されたサスペンススリラー映画を題材にした斬新な物語だが、中には叙情的であるべきサスペンスが設置されているのも非常に良いが、残念ながら結末が少し弱い、総じて良い映画だと言えます。いつも応援してくれてありがとうございます。ではまたね。